はい、プレイボール、どうも野球人です。今回はですね、外国人補強ということでございまして、まあこの時期になってくるとどの球団もですね、やっぱり最後のねピースを埋めようと少ない支配下枠をしっかりね使ってくる、まあ外国人補強というのがまあ際立ってくるのかもしれません。まあ最近もね、獲得がありましたが、今回はですね、出戻り外国人ですね、まあそれにピックアップして、まあ選手をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのはトリプル A ですね、今現在活躍している、昨シーズンですね、NPB にいた外国人選手を、まあ、ご紹介していきたいと思います。それではご覧ください、どうぞ。はい、では一人目ですね、候補1として、元阪神のジャスティン・ボーア選手です。昨年年俸は約2億7000万円、出身地アメリカ、1988年5月28日生まれ、193センチ、122キロ、ポジションファースト、右投げ左打ちの選手でございます。まあボーア選手ね、人気の選手でございましたので、まあ覚えてる方もね非常に多いんではないでしょうか。MLB 通算92ホーマーの実績を引き下げ、昨年阪神に入団。開幕から18打席連続無安打の球団記録を作ってしまうものの、そこから見事復調し、最終的に17ホーマーを放ちました。しかし年俸の高さから契約の更新はなく、ジャイアンツとマイナー契約を結びました。まあまあ悪くない活躍だったんですよね。まあ甲子園の左ということで、まあまあまあ9大点くらいかなというふうには思ったんですけれども、結局ねリリースされてしまいました。はい、昨年のね NPB 成績見ていきましょう。99試合で打率が2割4分3厘、329打数の80安打、17ホーマー、45打点、88三振、45四球、1盗塁、 BBK0.51、 スリーリス3割3分7厘、 OPS0.760 という成績でございます。まあそうですね、これを見てもまあ年俸がね1億円くらいなら、もう1年くらいね見てもいいのかなという思う成績でございましたので、まあ残念だったんですけれども、今シーズンですね、トリプル A で、今おりまして、30試合で打率2割1分2厘と低打率に苦しんでおります。99打数の21安打、6ホーマー、17打点、28三振、20四球盗塁、 0BBK0.71、 スリーリス3割5分5厘、 OPS が 0.780 ということで、まあ、打率こそ低いんですが、しっかりと、まあ、長打、さらにフォアボールもかなり多いですね。まあ、そこは健在かなというところでございまして、まあ、状態も、ね、上がってきそうではありますよね。まあ、そういった中、まあ、このボーア選手、しっかり、ね、昨シーズンも、広い甲子園で結果を残した選手なので、やっぱり欲しい球団っていうのはあるとは思うんですよ。まあ、巨人、そしてまあ楽天あたりはですね、まあ、ボーア選手、まあ、取る可能性っていうのはなくはないのかなっていうふうには思いますね。まあ、巨人はスモーク選手がね、退団したので言わずもがななんですけれども、楽天もねここまで外国人選手というところでなかなか難しい中、まあ、DH というものがね、まあ、ありますので、そういう意味ではパリーグでもねボーア選手面白い選手かなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね今後の活躍に期待かなというところでございます。で、1人目はジャスティン・ボーア選手でございました。続いて2人目いきましょう。はい、続いて候補2人目ですね、元巨人のジェラルド・パーラ選手です。まあ、昨シーズン巨人にいたんですけれども、昨年年俸が1億6000万円、出身地ベネズエラ、1987年生まれ、5月6日ですね、180センチ、95キロ、ポジション外野ファースト守る、左投げ左打ちの選手です。まあ、ベイビーシャークのね登場曲が有名なこのパーラ選手なんですけれども、MLB 通算1312安打の実績を引き下げ、昨年巨人に入団。開幕から安定した活躍を見せていたが、8月に右膝の違和感で1軍登録を抹消されると、9月に復帰も結局10月に治療のために帰国し、そのまま退団しました。そのオフにですね、ナショナルズとマイナー契約を結んで、現在、AAA で活躍しているということでございます。はい、では昨シーズンの成績見ていきましょう。 NPB 成績は昨年47試合しか出てないんですね。打率2割6分7厘、146打数の39安打、4ホーマー、13打点、35三振、89BBK0.22、 スリーリス3割5厘、 OPS が 0.689 という成績でございました。まあ率こそはね、まあぼちぼちかなというところなんですけれども、やはり、長打力のなさというところがねネックになったのかもしれません。まあですが、まあ、ちょっとね、もうちょっとやれば安定した成績を残せるのかなというふうにもね、思わせる成績でございました。全く通用はしていないことはないので、まあまあ2年目が見たかった選手でもね、パーラ選手もあったのかなというふうにも思います。
はい。そして AAA の今年の成績が20試合で打率2割3分5厘、68打数の16安打1ホーマー、11打点15三振19四球、盗塁1つ、 BBK が 1.26、 スリー率4割2厘、 OPS 0.755 という成績でございます。まあ打率こそ低いんですけれども、まあ今シーズンは AAA でしっかりフォアボールを選べているんですよね。なので OPS もそこそこあるということなので、まあ今後ですね、まあ率が上がれば、まあ獲得する球団っていうのも、まあ、出てきそうではあるのかなというふうには、思いますね。まあ、昨年も本当に全く通用しなかったわけではないので、まあ、外野守れて、まあ、ファーストもできるということで、まあ、使い勝手は、ね、良さそうな選手なので、まあ、年俸次第ですよね。まあ、安くね、2,000〜3,000万くらいで獲得できるのであれば、まあ、悪くない選択肢かなというふうには思いますし、まあ、博打を、ね、したくない球団が、まあ、しっかりと、まあ、駒が欲しいということであれば、まあまあ、一つ候補に上がってくるのかなというふうには思います。で、2人目は、元巨人のパーラー選手でございました。続いて3人目いきましょう。はい、候補3人目ですね、元オリックスのアルデリン・ロドリゲス選手ですね。昨年年俸が約7,000万円、出身地がドミニカ、1991年11月18日生まれ、190センチ95キロ、ポジションファースト、サード、外野などを守るんですが、昨シーズンは NPB ではファーストしか守っておりません。右投げ右打ちの選手でございます。はい、そんなロドリゲス選手なんですけれども、マイナー174ホーマーの触れ込みでオリックスに入団。開幕からなかなか状態が上がらない中、ようやく調子が上がってきた7月末ですね、左手に指揮を受け登録抹消、その後は結果が残せず退団。今シーズンはタイガースとマイナー契約を結びましたということで、ございまして、本当にね、トリプル A でね、期待して、まあ、成績残して、オリックスにやってきたんですが、まあ、いまいちね、状態が上がらなかったと。まあ、それでもですね、だんだんアジャストはしていってたんですけれども、まあ、骨折でちょっとね、狂ってしまったかなというふうに思いました。はい、そんなロドリゲス選手なんですが、昨年の NPB 成績が59試合で打率2割1分8厘、193打数の42安打、6ホーマー、25打点、55三振、14四球、BBK 0.25、スリー率2割8分、OPS が 0.642 ということで、まあやはりこれだけ打席数経って、この OPS っていうのはかなり寂しい、結果でございました。はい、そしてですね、今シーズンの AAA 成績見ていきましょう。32試合で打率3割、120打数、36安打、7ホーマー、22打点、38三振、11四球、盗塁1、BBK 0.28、出塁率3割6分8厘、OPS が 0.910 ということで、まあさすがですね、例年通りしっかりと AAA では結果を残していると。まあ彼はですね、NPB の2軍でもしっかりと成績を残していたので、まあ何かちょっとあったらね、化ける選手かなというふうには思うんですけれども、まあまあなかなかね難しいという中で、まあ、フリースインガーというところもですね、やっぱり活躍できない一つの要因かなというふうにも思っておりました。で、そんなロドリゲス選手なんですが、まあパリーグでね、ちょっとダメだって、まあ、セリーグで見てみたい気持ちはあるんですけれども、まあ、一塁線のさらにね守備難ということで、一塁の守備もかなり悪いんですよね。まあなのでセリーグで、取るとするとそこがネックかなというふうには思いますので、まあ、取る可能性があるとすればやっぱパリーグになるのかなっていうふうには思うんですけれども、昨年の打撃を見ているとどうなのかなというところは思いますので、まあ獲得の可能性っていうのは結構薄いのかなというふうには思います。はい、3人目はアデルギン、ロドリゲス選手でございました。次は最後です。4人目見ていきましょう。はい、最後はですね、候補4人目、元ヤクルト、アルシデス・エスコバー選手です。昨年年俸約8000万円プラス出来高払い、出身地がベネズエラ、1986年12月16日、生まれ、身長185センチ、体重88キロ、ポジション、ショート、セカンド、サードを守るユーティリティプレイヤーです。右投げ、右打ちの選手でございます。エスコバー選手は MLB 通算1367安打、ゴールドグラブ賞受賞の実績を引き下げ、昨年ヤクルトに入団。高い守備力を期待されていたんですが、蓋を開けてみれば、年齢から来る守備範囲の狭さがかなり目立ちました。打撃もですね、率こそは悪くなかったんですが、やはり長打力不足ということでございまして、1年でヤクルトを退団。今年はですね、ロイヤルズとマイナー契約を結んでおります。というわけで、まあ、そうですね、ヤクルトなかなかショートが埋まらないところを補強してきたのが、このエスコバー選手なんですが、まあ、やはりですね、やっぱり年齢から来る守備力の低下には勝てないのかなというふうには思いましたね。
はい、そんなエスコバー選手、昨シーズンですね、2020年 NPB 成績見ていきましょう。104試合で打率2割7分3厘、377打数の103安打、1ホーマー、30打点、52三振、13四球、盗塁6つ、BBK 0.25、スリーリス3割1分2厘、OPS が0.641という成績です。見ていくと、まあ、やはりですね、これだけ打席立って神宮球場でホームラン1本というのはかなり寂しいかなというふうには思います。まあ、ただ打率は、まあまあそこそこ打っているので、まあ、見る人が見たら、まあまあそこそこいい選手じゃないかというふうには思うんではないでしょうか。で、そしてですね、そんなエスコバー選手、トリプル A の成績ですね、今シーズン見ていきましょう。2021年トリプル A 成績が25試合で打率3割1分8厘、89打数の28安打、5ホーマー、14打点23三振、5四球、盗塁2つ、BBK 0.21、スリーリス3割5分1厘、OPS が0.919ということで、まあ実はですね、まあ今回一番打ってるのがこのエスコバー選手なんですよね。まあちょっと意外かなというところでございまして、まあ、ホームラン5本ということで、長打力というのがかなり上がってきたなという印象でございます。まあ、ですが出塁率と、まあ、三振、ですね、 BBK っていうのはやっぱり低いままなので、まあ、結構まあ運もねあるのかなというふうには思うんですけれども、まあ、それでもこれだけね結果を残しているので、うん、まあ面白くはあるかなというふうには思いますね。はい、まあ、打撃が良ければですね、このまま、まあ、獲得の可能性っていうのはないことはないのかなと。まあ、本当に2、3000万ぐらいで、まあ、一応、まあ、下手とはいえですね、サード、ショート、セカンドを守れるユーティリティのプレイヤーなので、まあ、そういう意味では、まあ、使い勝手非常にいいですね。まあ、それで打撃が、まあ、向上してくるのであれば、まあ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 、サブとして、まあ、取っておいても損はないのかなというふうには思いますし、そこまで年俸いかなかったらね、まあ、とりあえず、まあ、その場しのぎで取っておく選手では、まあまあ悪くないのかなというふうには本当にね、思いますので、まあ、今後ね、彼の打撃落ちるか落ちないかというところにちょっとね、若干点を置いてみたら面白いかもしれません。というわけで以上ですね、4名の、まあ、出戻り候補の選手をご紹介いたしました。はい、というわけで、まあ、今回ね、トリプル A の外国人見ていただいたんですけれども、実はですね、今熱いのはトリプル A だけではなくて、まあ、メキシカンリーグっていうのがね、まあ、ちょっと、まあ、トレンドになりつつあるのかなというふうには思います。そのメキシカンリーグですね。まあ、この間ですね、ロッテと、まあ、エンニー・ロメロ選手、元中日の選手なんですけれども、契約いたしました。まあ、途中入団、まあ、交流戦ね、終わってすぐに契約ということでございましたので、まあまあ、いろいろね、先発とか、そういうことで使っていくのかなというふうには思いますが、まあ、このね、メキシカンリーグ、まあ、結構、まあ、安い年俸で、まあ、選手を取れるということで、さらにですね、今回ご紹介した選手以外に、まあ、このメキシカンリーグで、かなりね活躍している、まあ、NPB 経験者の方々がいられるので、まあ、ちょっとね、今度はそちらの選手たちもご紹介していこうかなというふうに思っておりますので、もしね、そちらを見たいよっていう方がいれば、高評価、チャンネル登録、あとはねコメントなどいただければ嬉しいです。では野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。